待って、ジュードはなぜ私をミラさんって呼ぶの？どうしてって、ミラさんはミラさんでしょ？そうね、あなたたちのミラの偽物。そういう意味じゃ。じゃあどういう意味？喧嘩は後にしてくれ。でも大事なことなのよ。僕にとってミラはミラだけだから、僕の大事なことなんです。そう、分かったわ。ある意味残酷だね。それが真実なんだけど。よく分かった。でもエルにとってもミラはミラだけなんだよね。あのさ、エルのミラってミラだよ。精霊のミラなんてあったときないし。慰めてくれてるの？別に、エルはミラのスープとか好きだから行ってみただけ。スープ、これが終わったらまた作ってあげる。作ってくれるなら食べてあげるよ。いや、こっちのルート好きだな。ねえ、ミラとジュード大丈夫かな？どっちの気持ちもわかるが、繊細な問題だからな。だから俺も聞きたいな。ルドガーまで。本物とか偽物とかじゃない。ミラさんはミラとは違う人です。だから。そう、わかったわ。こっちの方がなんかこう一歩引いてる感あるよね。直接じゃないと。よく分かった。ミラはエルにちょっと嫌なこと言っちゃって。エルはミラが好きなんだよ。人間らしくていいじゃないか。人間らしいか、ずっとそう言われたいって思ってた。へえ。でも人から見たら私はいつまでも元精霊の主で。ああ、料理始めたのもその一つなんかね。立場にとらわれていたのはきっと私の方だったのね。いや、でもミラ、分身ミラがいたニヤケリアを見たらそうなっちゃうよね。だから守るべき世界がなくなって初めて願いが叶った。あ、なるほど、深い。今のは自分への皮肉、あなたへの嫌味じゃないから気にしないで。もうなんか一気に泣きそうなんですけど。なるほどね、その考えはなかったな。それじゃあ、ペリューンの次のイベントですね。もう心を鬼にして私は行きたいと思います。よろしくお願いします。多分全残しかな。近づいてはいけません。マルシア首相、余計な発言はお控えを。リドーさん、なんであなたが。マークスウェルの召喚を手伝ってやろうっていうのにそんな顔するな。うわけ。元気ですね。衣装がないので黒ミラーで失礼します。マクスウェルの召喚。我が社にはその術式があるんだよ。あったりにしよう、三流だな。クランスピア社がマクスウェルを最初に召喚した人間クルスニクが起こした組織だろ。なんだって。条件はやかましいんだが、まず必要なのは生体か。しまった。生体コイルで隠し味は池に。いやちょっとルドガー、ミラー。いやちょっといけるか。リドー
素直になれよ、ジュード・マティス。会いたいだろう、愛しのマクスウェル様にさ。これ止めてよ。大人気だね、偽物。偽物じゃないし、ミラはミラだよ。あ、そう。いる。もうほんま、ほんまもう嫌。ルドがジンを。もう遅い。離さない方は。離して。このままじゃ。諦めちゃダメ、ミラお前は諦めろ。しっかりしろ。誰がエルのスープを作るんだ。ごめん、あなたが作ってあげて。お願い、エロ。二回は見れなかった。ミラ、私にとってはどっちもミラなんだよね。だから私は呼び方も変えてないし。やっぱり嫌な女。うわっ、ミラはミラなんだよ。いやもうね、こっちのミラはかっこいいんだよ。いや、ほんまほんまエグい。もうだってかっこいいとさ、辛さを共存してて、ほんまにこれし、もう何回見ても、もう涙ね。ミラ、やっとお出ましだね、ミラ・マクスウェル。その剣を貸してもらえるか。ありがとう。相応の礼をさせてもらおう。ああそう、大精霊って寝起き悪いんだ。曲もかっこいいし、もう戦い方もかっこいいし、かっこいい、かっこいいしか言えねえ。恐れるな。面白くなってきた。面白くなんかないよ、バカ。ジュード、アルビン。分かってる。笑えなくし、待って、に、こっちの、こうしたミラーがなんかあの、へ、え、かっこ学王があれになってるから。その勢いで道しるべ集め、よろしく頼むよ。逃がすか、勝手なことを。人のこと言えるのかよ。言われるまでもない。わっと逃げないんだね。ミラ、ここもここできついんよな。現れたか。現場見てないし。ミラ、本人いたら喜ぶよ。探したのよ、ずっと。すまない、心配をかけたようだな。喜びたいよ、わしも。先生だよ、信じ
またお会いできてよかった。心配なんかしてない。エルが心配なのは違うミラだし。いやーほんま、うわこれもしんどいな、しんどいね。そんなにそんなにわし心殺しながらあのいろんなもの見たい精神、ゲーマー精神で頑張るの。ちょっと待ってね、ここあの5分ぐらい心の準備がいるかもしれん。いや本当にねこのねクシリア2はね、ルドガーもきついけどエルもきついのよ本当に。ごめんエル、もう本当にごめん、もう本当に何でも見たいまんで、ね、ごめん本当に。怒るんなら私に怒って。ルドガーまでそっちの味方なの？ミラがかわいそうだよ。本当に何があったのだ。うん、目指す道はまだ遠い。ガイアスでも不安になるのか。それでも歩き出さなきゃ始まらないさ。手垢のついた言葉だ、うん、だが真実と信じたいものだ。はい、歩き続ければきっと地の果てにだってたどり着けます。うん、エール、ルドガー、どうしてどうしてミラを助けてくれなかったの。お前を守るにはああするしかなかった。ミラが望んだんだ。自分が消えちゃうのにそんなの変だよ。ミラはお前を守りたかったのだ。レリ、空気重っ。なんかあった？なんでもないよ。借金は借金だもんな。知り合いが死んだだけだ。あ、ごめん、その時に私。でも催促指示が来てて、本当ごめん。いい機会です。連絡を待つ間に最後の探索の準備をしっかり整えましょう。俺たちといたミラのことを知っているのか。クロノスの力を教えてくれ。人間界に実体化した私はまずクロノスを捜索した。よく見つけられましたね。私の出現を感知したのだろう。奴の方から現れたよ。しかしほとんど一瞬で時空の狭間に吹き飛ばされてしまった。ああ、考える間と隙を突かれたって感じなのかな。それが僕たちがクロノスに会う少し前くらいか。奴の力の底を知ることはできなかったが、これだけは言える。同じ現象の三例でもクロノスの力は私より根源に近い強力なものだ。万物を構成する元素より根源の力ですと。だって時空でしょ。恐るべき相手だ。だが、奴がカナンの知恵の道を阻むのであれば、対決は避けられない。ルドガー、王様に悩み聞いてもらっちゃった。これもう、これもう、かわいい。もうここ本当好き。子供に相談されて、王様、迷惑だったかな。ねえ。きっと迷惑なんかじゃないさ。だよね。迷惑だろ。俺に相談しろ。うん。ルドガーじゃの。ねえもうこうもうこうこ声がさ、もうなんだろうな、もうねあのあれなんですよ、もう仲がいいくっても愛に満ち溢れたね声色なんですよ。本当にボイスありがとうございます。ご飯何杯でもいける。エリーゼが歌ってましたね。エリーゼの趣味かな。そっとしておこう。
そうね、思春期の女の子にはいろいろあるものね。イントネーションそっとしておこうだったんだ。なんかこう引く感じじゃなくって見守る感じだったんだね。いやほんまにさ、なんか声って大事だよね。いやいや、エリーゼは前にこの村で暮らしてたことがあるんだよ。閉じ込められてたって言った方が合ってるか。まあ危ない村なのね。ややこしい理由があったんだが、歌にできるまで吹っ切れたんだな。ほんとね、ほんとそれだわ。でもまあそうね、どっちにしてもハミルは大事にしてた気もするけどね、うん、決めた。エルはあなたの名前呼ばないことにする。エルの知ってるミラは一人だから。いやこれほんとよく言ったなって思うんだけど、私的に。どうなんだろう、みんなの感想。そう決めたのならそれで構わない。なんかエルなりの意地じゃないけどね、なんか、うん、その気持ちがすごいいいな、強いなって思う、うん、怒らないの？ずっと名前呼ばないかもなのに。怒んないよ。ああ、いつか呼びたいと思える時が来たら呼んでくれればいい、うん、ああ、どうだエル、私と友達になってみないか。友達？いきなり何？エルのことが知りたいからだ。今ここにいないミラの分も含めてな。バカみたい。いや本当にこの流れ好き。いやーもうしみる。怒ってもよかったのに。追いかけないのか？ああ、今後を追っても感情の整理がつかないだろうしな。うん、ミラはエルと仲良くなりたいって思ってるんだね。なんかさ、人ってさ、親しい相手の死はそう簡単に乗り越えられるものではないだろうが、人って基本的に人と仲良くなりたいって思ってるのよ、一応私は。けどやっぱり だけど仲良くなりたいっていうたったその一言って大事なんだなってすごい感じるね。前を向いてほしい。なんか分かっ、人には誰しもその力があるんだから。そう、察してじゃなくってちゃんと自分から歩み寄るその一言が大事だなってちょっと今見ながら思いました。けどあの流れで友達になろうっていうのはちょっといきなりだったかも。そうかね。でもさ、タイミング見計らってたらダメなんだよね。やっぱ早ければ早いほど後に回すっていうのはね、お互いが存在できてるかもわかんないし。次はもっとエルの素直な気持ちに寄り添ってあげればいいんじゃないかな。やめ、私強引ダメかな、人の気持ち考えてないかな。そっか、寄り添うか。身体的には容易だが気持ちとなると難しいものだな。難しいね。難しいわ。俺もできる限り手伝うよ。焦ったって仕方ない。そうだな。だが私に残された時間は多くはないのだ。そうなんよ、そうなんよ。残された時間、以前にも言った通り今の私は貴重なマナを消費して実体化を維持している。早急に事態を解決し精霊界に戻らなければならない。すまない、私は。そんなこと、ミラはどんなと柔道ね、ここで猿のほんと好き。ああ、エローエピソード3、シャンドゥにて石を投げられました。ローエンこそ、こっちは大丈夫だけど。エルモ、この人たち何なんですか？皆さん、ボルテックセンサー、ボルテックローエ、ボルテックライ、お立ち合い、一曲参りましょうか。ああ、師匠をうつろいて思考を生ず、感激ギーロスワルトランド、こ
この力は間違いなく。かっこいい。ルドガーさん、お願いします。いいのか。わかった。ローエン、これでいいのです。ローエンの遺書が見つかったっていうとこから、ローエンにどういうつもりか聞いてみよう。両国の和平のために死ぬつもりなのかも。まさか。でも全てをかけてなすべきことをなすって言ってました。やっぱり。もしかして、もしかしちゃうの？結局どっちが勝ったんだ？高級食材のエビで遊ぶな。ガイアスのエピソード2、分子世界のカンバルクというかモン高原にいます。俺の知るメラドは魔物の命をもてあそび、精霊術で人造魔物を作ろうとしていた。この世界ではどう出るか。ターネットを探したいらしい。もちろん協力するよ。王の権力を使えばいいのに。いいじゃない、付き合ってあげましょうよ。エルはどっちでもいいよ。感謝する。私たちが出会ってしばらく経つが、ルドガーは見違えるほど成長したな。んと？そんな顔をするな。目を見ればそれくらいはわかる。これから先どんなことがあるか私にも予想がつかないが、最後まで君の行く道を見届けよう。精霊の主としてではなく、仲間として約束する。ルドガーは一人ではないぞ。それは覚えていてくれ。いやー、ありがとうミラー。ということはですよ、分子ミラーのスキル獲得は3までしかないっぽいね。最大値のセリフはないってことだと思う。で、静止ミラーの方は3と4だけっていうことなのかな。違ったらごめん。チャプター12、俺とエル。最後のカナンの道しるべのために分子世界のカラハシャールに来ました。ローエンが殺されたに対して。ローエンが殺されるなんて人違いだろ。間違うもんか。ドロッセル様が遺体を引き取ったんだぞ。未来お嬢様ショックでお屋敷に引きこもってしまわれた。執事はエプロンドレスを着てお帰りなさいっていう仕事だな。お嬢様、男の憧れだよな。俺とエルとローエンの分だけな。全部掘り出そう。オリジンナディル。あ、回復してくれたの。これってオリジン？ああ、こんなところにいた。ダメでしょ、勝手にいなくなっちゃう。すみません、それってオリジンですよね。オリジンについて考え込んでる柔道に対して。頼む、ミラ。わかった。ディールに来て、ジュードとミラが。ジュードとミラは分かり合ってるんだな。ミラはジュードの成功が嬉しいんだな。嬉しいのは人の未来の可能性が示されたことだよ。ん？いや、確かに柔道の努力が報われた嬉しさも大きい。これは精霊の主としては公平を欠く感情かもしれないな。ニコニコ。私はそのような方が精霊の主でよかったと思いますよ、心から。ありがとう、ローエン。